どうも、こんにちは。初めての生声なんですが、この動画が初めての生声になるのは、ちょっとなんか、むすがゆい感じというか、まあ、そんなことは、まあ、置いておきまして、天下百軒算を、昼頃に開いていただいた方は多分、 もうわかってるんじゃないかなと思いますが今年の8月をもちましてサービス終了という形になってしまいましたねまだね僕ストーリーとか気になってたしやっぱりねガチャさんのアイゼンちゃんの特別衣装とかも 待ってたんですけどねそれともう衣装が追加されてない三剣とかもまだいたし、うん、その衣装待ちのもう隊長様もね絶対いたと思うんですよもう自分もねうーん鷹のちゃんとかね新統合欲しかったですよほんとに もう皆さんは本当誰欲しかったんでしょうかねそしてもうこうやってアイゼンちゃんをねこうやって見てられるのも触れてあげられるのももうあと2ヶ月足らずということなんですよね僕ねこのお知らせを見たのがもう学校帰りのねもう電車乗ってる時で うーんそれ見たときね、僕、電子鳴いながら、もう、泣いてしまったんですよ。もう、お恥ずかしいことに。うーん。まあ、それはいいといたしまして、やっぱりね、僕、このゲームには、めちゃくちゃいい思い出を、もう、いくつももらったんですよ。本当にこのゲームねもう 運営も良心的だし、もうそれに伴ってか、もうユーザーではなく隊長さんもね、すごく優しい人たちばっかりで、もう僕もやっていくうちにだんだんともうその世界に溶け込めて、やがてもうハマってしまったというわけですね。本当にね、こういった、もういった、 会長さんとかもう上がもう良心的なゲームって本当に少なくて自分モンストなり FGO なりもやってましたがここまでもう優しい人ばっかりのねゲームはね見たことなかった本当に。 本当にね、民度がとても良くて愛されてるゲームだなぁと僕思ったんですよ。もうね、そんなゲームと出会わせてくれたプリズマファンタズムコラボに今本当に感謝してますね。もう何にも当てらなかったけど。では最後にもう各所に本当感謝の一言言って終わりましょうか。 この天下百権山をもう制作してくれたもう関係者の皆様そして僕の動画をもう見てくださってる皆様そして最後に愛禅國俊というキャラに命を吹き込んでくださった日向睦さん佐藤梓さん今まで本当にありがとうございました それと、動画をいつも見てくださってる皆様に対して、何もう一言、天下百権残自体の動画はまだ続くので、というか、終わってない企画がね、まだもう一つありますので、まあ、本当に最後まで見ていただければなと、もう、<laughs> それでは、またいつか。